カットライン。私の名前はリン、高校生です。私は海老島という小さな離島に住んでいるのですが、ねえ、なんか岬の磯おかしくない？ん？そう？うん、豪華すぎる気が。それになんか飲んでるし。ん？ああ、これね、美味しいわよ、飲む？いいの？ありがとう！って違う！ここ学校なんだけど、しかも授業中！なんで王様みたいな石で優雅にトロピカルジュース飲んでるの？やだ、聞かなくてもわかるでしょ？身分の違いよ。ただの島民と私の待遇が同じなわけないじゃない。だから学校なんだって。みんなの顔見て、すごく引いてるよ。はぁ、あ、何言ってるの？あれは羨望の眼差しよ。羨望？占い？何？ごちゃごちゃ言ってた、聞こえない。それにそれに、どうして京介くんがそのやたらでっかい葉っぱで仰いでるの？だって暑いんだもん。下僕にそよそよさせて優雅でしょ？羨ましいでしょ？下僕って、先生いいんですか？こんなのが許されて。私に聞くかね。いいと思うエビ。個人の意思を尊重するエビ。ということで授業始めます。なんでだよ。なんで先生がエビかって？そんなのは知りませんが、この島ではエビ料理が有名なのは確かです。問題はそこじゃなくて、ミサキが偉そうな理由です。実はこの島にあるほとんどの企業は、ミサキの親が経営するリゾートホテルグループの傘下なんです。だから誰も逆らえなくて、ミサキはすっかり女王様気分に。かくいう私も逆らえず。ねえリン、さっき私に言ったことは私に対する反抗かな？うん、反抗ってわけじゃ。そう？ごめん、勘違いしちゃった。もし反抗してるなら、リンのお父さんの仕事なくなっちゃうなーって心配に思っただけよ。勘違いでよかった。分かってると思うけど、この島で生きていきたいなら、私のことをもっと丁重に扱いなさい。うん、今の状況はまるで、こいつがどうなってもいいのか！とお父さんを人質に取られてるようなもんです。私だけじゃなく、他の人も生活がかかっていますからね。京介くんなんて転校してきたばかりだというのに、すでに完全なパシリにされちゃっています。せめて私は。京介くん手伝うよ。これ全部美咲に押し付けられたんでしょ？リンさん、嬉しいけど、そんなことしたら美咲さんに怒られちゃうよ。大丈夫大丈夫、さっき校舎から出てくのバッチリ確認したから。お互い美咲で苦労するね。僕はそんなに。京介くんは優しいね。これ運べばいい？うん、ありがとう。でも重いよ。大丈夫、任せて。おりゃー！ああ、見かけによらず怪力。こんなのもできちゃうよ。やめて。翌日。ねえ京介、アイス食べたいんだけど買ってきて。アイス？僕が？あんたしかいないでしょうが、早く買ってきて。バニラでいいわ。わかった。コンビニはどこに？あっち、ちょっと行ったところ。わかった、行ってくるね。ちょっと待った、京介くん。この島でのちょっとは全然ちょっとじゃないから。歩いたら平気で1時間くらいかかるよ。ちょっとって一体？それにコンビニなんてないから。この辺でアイス買えるのなんて木村だけだよ。木村？リン、余計な口出ししないでよ。美咲、あんまりだよ。この真夏にあそこまでアイス買いに行かせるなんて、熱中症になっちゃうよ。ああ大丈夫大丈夫、京介はラクダだから。コブにコーラと冷えピタ入ってるから。ちょっと何言ってるかわからない。ラクダのコブ便利すぎでしょ。てか京介くんラクダじゃないし。ははん、もしかしてあんたたち付き合ってるの？付き合ってないよ。嘘よ、だって昨日一緒にいたんでしょ。実は見てた子がいるんだから。ははん、あれ、人違いじゃないかな。こんな狭い島の中でピンク頭はあんたしかいないわよ。苦しい言い訳ね。ちょっと手伝っただけだよ。もしかしてさ、こんな陰キャのブサを好きになっちゃったの？リンって趣味悪い。私を悪く言うのはいいけど、京介くんのこと悪く言わないでよ。はあ、そんな態度私に取るの？ああ、そう、よーくわかった。そうやってみんなをどうして楽しいの？こんな小さい島なんだから、みんな仲良くしようよ。誰のおかげでこの陰気な島が成り立ってると思ってるの？観光客が来るのも仕事があるのも全部パパのおかげよ。確かに美咲のお父さんはすごいけど、だからってみんなを脅していい理由にはならないよ。うるさいうるさい、
なんなのその口の聞き方。もう知らないから、この私に逆らったこと絶対後悔させてやるわ。私は間違ったことなんて言ってないですよね。でもやばいかも。美咲は完全に怒ってしまいました。どうしよう。お父さんになんて言えば。ただいま。お父さん、おかえり。あのね、リーン、話があるんだ。お父さんな、今日クビになったんだ。嘘でしょ。なんでわからない。だがお前はもう必要ないと突然言われてしまったんだ。すまない、リーン。生まれて初めて泣き崩れるお父さんを見ました。私のせいなのに。今日大丈夫だった？お父さんクビになっちゃった。ごめん、俺のせいだ。ううん、違うよ。京介くんは悪くない。私がつい口答えしちゃったからだよ。リンさんは悪くないよ。ありがとね、わざわざ連絡くれて。明日はダメ元で美咲に謝ってみるよ。リンさん、謝る必要なんてないよ。僕に任せて。任せて？どういうこと？結局謎の LINE が来たまま連絡は途絶えました。しかも翌日も京介くんの姿はなく、事情は聞けずじまいで。とにかく尺だけど美咲に謝らなきゃ。ねえ美咲、昨日のことなんだけど。謝っても無駄よ。私に逆らうってことはこういうことだから。でも悪いのは私で、お父さんは関係ないよね。お願いだから。ああ、パパから連絡来たわ。ちょうどいい。ビデオ通話であんたの土下座する姿でも撮ってみようかしら。だったらパパの気も変わるかも。土下座？そんなやだよ。お父さん助けたいならやりなよ。はーい、パパ、可愛い娘の美咲です。美咲、一体何をしてくれたんだ？え、どうしちゃったの？そんな怒って。どういうことだ美咲。いきなりスカッと社に買収されたぞ。娘が決め手となったそうだ。どういうこと？スカッと社ってあの有名な？私は何もしてないわよ。だったらなんで買収なんてされるんだ？知らないわよ。スカッと社に知り合いなんていないし。こんにちは、美咲さんのクラスメイトです。ちょっと京介、何勝手に入ってきてるの？美咲さんはクラスでは女王のように傍若無人に振る舞っていますよ。それどころか親の権力を傘にクラスメイトを脅しています。ちょっと京介、何言ってるの？黙りなさい。そしてそんな娘のわがままを平気で通しているのがあなたです。上に立つ者として恥を知るべきではないでしょうか。なんだと貴様は。関係ないだろ小僧が。関係ありますよ。だって買収したの私ですから。は？僕がスカッと社の社長、新藤京介なんです。社長？まさか若手の貧乏社長だとは聞いていたが、島の高校に。島の調査に来てたので。豊かな自然にエビをはじめとした活発な漁業、心優しい島民の方々、すごくいい島ですね。だったら買収なんて考え直してください。もちろん最初は買収なんてせず、一緒に島おこしができればと思っていました。でも蓋を開けてみたら、島民は常に仕事がなくなる恐怖に支配され、何かあったら個人的な理由で解雇される。ありえない。あっていいはずない。それが買収した理由です。そんな、私はただ娘のために。お願いします、許してください。検討いたしかねます。嘘でしょ。京介が社長、ただの陰キャでしょ。ねえ、嘘だって思うならネットで調べてみたら。これからもよろしくね美咲さん。そんなありえない。うちが買収なんて。信じられないことに、京介くんは高校生にして超大手 IT 企業を創設した社長でした。史上最年少でネット系旅行サイトの会社を上場させた超すごい人だったらしいです。京介くんは別の島育ちということもあり、島おこしを中心とした観光業にも力を入れていて、エビ島にも調査のため来ていたのだとか。そういえばお父さん、この島の観光事業の責任者になってもらえないかな。え？調査で分かったんだけど、あのワンマン社長がここまでやってこれたのは、お父さんの功績や島の人からの人望があったからなんだ。だからぜひうちで働いてほしくて。ありがとう、絶対喜ぶよ。本当によろしいのですか？もちろんです、それだけの功績があります。それにリンさんにはとてもよくしてもらいました。 ありがとうございます。必ずやお役に立てるよう尽力いたします。思わぬお誘いにお父さんは大喜びです。そしてそれからのエビ島はすごかった。特産物であるエビを前面に出した政策で、瞬く間に島に人がたくさん訪れるようになりました。島のみんなも笑顔が増えた気がします。
ちなみに美咲のお父さんはというと、唯一見つかった就職先がエビの調教師。新しい名物にエビのショーをする企画があるそうで、エビに技を仕込む日々を送っています。そしてエビ用の大量の餌を作るのが美咲の役目で、毎日悲鳴が。エビのパシリ状態で女王様はもう引退ですね。本当にもう行っちゃうの？うん、本社に帰らなきゃいけないんだ。残念だな。また会えるよ。そうだね。最後に一つだけ聞いていい？うん？何？なんで京介くんこんなしっかりしてるのに美咲のパシリなんてやってたの？ああ、中学生くらいから大人を相手にビジネスをしてきたからかな。どういうこと？相手が今何をしてほしいのか、何を望んでいるのかが自然に分かっちゃうんだよね。だから飲み物を渡したり仰いだり手伝ったりしてたら、あなた最高のパシリだわって美咲さんに気に入られちゃって。いや、なんじゃそりゃ。なるべくしてなったんかい。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。